紹介していきたいと思います。それでは早速開けていきたいと思います。はい、じゃーん、こんな感じでした。すごい触り心地がな、シリコン、うん、シリコン、シリコーンやって。で、これ外していきたいと思います。はい、こんな感じとなっています。中身は匂いはそこまできつくないです。そして、これの使い方はフェイスパックをして、でその上にこれをこうします。そうするとこの耳がついてるから、例えばこう下向いた時に落ちやんし、潤いが、そう、潤いが長持ちするそうです。お、すごい保湿されるってことやな、うん、そう。で、このままのフェイスパックを使う場合は化粧を落とした後、入浴するときにこれを着用するそうです。へえ。これをつけたままお風呂に入るってことやな。すっごいシリコンやな。な、すごい。匂いはでもそこまできつくないです。で、なんかあの耳のサイズとかなんか調節できるらしいです。ここに書いてるの、なんかの、うん、切るって書いてあった。で、あのそのやり方の説明とかもこのついてるこのやつにね書いてあります。ラップ効果で化粧水の蒸発を防ぐやって。そう、それで捨てずに何度も繰り返して使えるんですね。そう、それがすごくいいよね。うん。で、入浴時に着用で汗がじんわりって、多分だから保湿されるから、うん、汗がかくんかな。だからこれで毛穴を広げてから化粧水とか乳液とかを入れると効果が上がるのかなと思って、うん、毎回気になってたのでちょっと購入してみました。はい、またなんかいろいろ効果とかあれば言ってみたいと思います。今はな、化粧しとるからできやんけど、またこれだけやったやつとかまたツイッターにあげるので、ぜひフォローしてください。フォローしてください。こちら、こちら乗っとるかな。はい、はい、以上購入品の紹介でした。またちょっとした購入品でもこうやって YouTube に動画あげれたらなって思います。なんかさ、1月のお気に入りとか2月のお気に入りとかそういうのも出せたらいいなと思うし、なんかもう2月14日ってバレンタインやんか、それの特集とかもできたらいいなと思っております、うん、またこのヘアアレンジとかもちょっと新しいのをやってみたので、うん、また紹介します、紹介したいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。バイバーイ。目の位置に合わせてから口を合わせてください。耳かけフックをちょっと上手にしまえんかった。まあいいや。落ちやん。ん？みんなまたリクエストとかあったら共同赤とかツイッターに言ってください。言ってください。バイバーイ。バイバーイ。